設制のカルロはカトリック教会、フランシスコ会の修道士、神秘家、成人。カルロはローマ近郊の町設制の農夫の息子として生まれ、幼少期、学校に通っていたが諸事情により、退学、読み書きする程度しか習得できなかった。カルロは父の家業を手伝い、羊飼いの役割をした。カルロは17歳となり、幼少から抱いてきた。 修道生活が神からの招きであることを確信し、1635年、春、フランシスコ会に入会、修練者として修行に励み、1636年5月18日、修道生願を立て修道者になる。以降、カルロは模範な修道士として、イタリア各地の修道院をめぐり、様々な役職にき頂上の命じた役割を果たした。なキリスト者であるカルロは、 聖母マリアへの崇敬を抱き苦行も厭わなかった。また悪魔から誘惑、攻撃に苦しんだがそれを退き神への信頼を強めた。アビラのテレサの出現を受けた時もあった。特に彼は信仰に関する著書を残した。1642年から1646年、1653年から1668年にかけてキリスト信者の模範、自助伝を はじめ、各作品を執筆し、進学者らは、学力の乏しいカルロの高度な分泌力に驚いた。今田、ミサに参列中、祭壇から、不思議な光が彼の胸を射し、聖魂が現れた。その傷はしばらく消えたが彼の死後に再び現れた。カルロはこれらの奇跡を行い人々の尊敬を受けた。1669年12月31日、10秒にかかり、 翌1670年1月6日、起点。死後、カルロに取り継ぐ人々が現れ、多くの奇跡が報告され、教会は彼の英雄的徳を認め、1771年、列腹調査開始、1882年1月、ローマ教皇レオ13世により、列腹され、1958年、ピウス12世による劣勢式が行う予定であったが、 強行皇,皇居により延期、1959年、ヨハネ23世によって劣勢された。ありがとうございます。